はいですか、ポッキーです。なんかみかんのジュースとかを飲んだ後って口の中に何かが残るような感覚がありますね。それがとても嫌なんですけど、さっき粒みかんっていうねジュースを飲んだんですけど、なんかちょっと嫌な感じです。あ、ステマじゃないですよ。お菓子に別のジュースのステマは多分しないと思います。ということで今回もスマホアプリ実況プレイやっていきましょう。今回はですね、この3つです。鶴の恩返しっていうことで、イカれた鶴の恩返しかなというのがランキングになったのでやっていきます。そして俺と鬼嫁も、やっていきます。やっていきましょう。プレイ。あ、なんだ、エロい。鶴そこも持たないだけだよ。来た。それは何気ない日常のことでした。やばい、鶴が明らかに捕まってますね。お前 T シャツダセー。え、俺も人のことさ、ファッションとか言えないけど、お前もなかなかダセーと中学2年生が来てそう。少年が歩いていると草むらで1羽の鶴が罠にかかってるではありませんか。おお、なんだそれ。多分これ3日くらい置いといたナマコを食べた時の顔ですね、これ。助けた鶴が恩返し来るなんて全く考えませんでした。もう顔に出てるよ、バレバレ。少年、お前顔がお前マジで助けてる人の顔じゃないんだけど。少年は鶴を罠から助けると手当てして野に返してあげたのでした。その日の夜、来た、ついに来たーって思ってる。早いな。まあそんなことはどうでもいい。アマゾンか鶴ですよね、この時間に来るってことは。はいはい、どうぞ、安心してください、開いてますよ。あー、かわいい。嘘でしょ。え、でもなんか、え、鶴を持ってる。え、うわー、鶴手に持ってるすぐ閉めちゃった、ビビっちゃった。やべえ、びっくりしすぎてドア閉めちゃったよ。つうか、なんで鶴握り閉めてんだよ。確かに、あの人は誰、一体死んでない鶴。今の女の人ってさっき俺が助けた鶴だよな。昔話的には。もう一回ドア開けて確認してみよう。どういうこと。え、あれ、なにこれ。なんか庭先に鶴がいるな。さっきの女の人にめっちゃ見られてるけど、めっちゃ見てますね、こっちを。何する気だ。タッチ。うお、え、鶴を襲った。ちょ待てよ、あの人は俺がさっき助けた鶴じゃないか。いや、でもタイミングといい、見た目といい、やっぱあの人が鶴だよな。もうややこしい話が。どういうこと。ただの虐待。倒した鶴を一体どうするつもりなんだ。タッチ。うわ、しまった袋に詰めた。最低じゃねえかよ、これ。ただの動物虐待じゃねえかよ。少しの間様子を見てみるか。お、かわいい、なんかその覗き方。めっちゃ鶴いるんだけど。おい、めっちゃいるぞ。お前んちこんな鶴いるの。鶴って結構珍しいってか、もうなんかすごい天然記念物なんじゃねえの。おおなるほど、殴ってこうやって、もう最悪のゲームだ。ただの動物虐待なんだけど、これ生きてますからね。別に殺してはないから、本当に。優しく入れてから、優しく。今日の夕ご飯とか絶対ないからね、本当に。めっちゃ優しくしてあげるから。あ、止まったぞ、左上のメーターが。なに？マジかよ。助けた鶴が庭先の鶴を退治することなんて、昔話は聞いたことないぞ。もう、早話がややこしいね。っていうか、恩返しに来たわけじゃないなら、このまま帰ってくれないかな、確かに。うおー、入ってきた。サンタさんか、お世話になりますって。うわー、今度は勝手に入ってきた。ノックしろし。おう、勝手に夜中まで入ってきちゃったよ。つうか、さりげに今、お世話になりますって聞こえたような。何、居候か、それとも、そっち系の。いや、なんでもないです。まあ、入ってきたものはしょうがない。とりあえず、おもてなししないとな。ああ、いい男じゃん。おもてなしってなんだろう。なにレベル2に上がってますね、左上のメーターが。何したらいいんだ、これ。お客様が来たらちゃんともてなすようにってじいちゃんに言われたからな。じっちゃんか。じっちゃんの言ったことは絶対だから。確かこの辺にじっちゃんが客をもてなすための食べ物を、ほう、思ってるんだ。おー、鳥の餌ってなんだこれ、餌か。鶴が食べられる餌なら問題ないか。よし、この餌でおもてなしするぜ。餌でおもてなしって、これもし普通の人間なら超絶バカにしてるけど、鳥の餌を主張しますか。使いましょう。おお、なんかエロティック。なに、誰、かわいい人で。これ自分の部屋だよね。めっちゃドカドカ入ってきてんじゃん。え、しかも土足だよ、こいつら。なんか鶴が大量に追ってきた。しかもなんで人まで勝手に入ってきてるんだ。正体して覚えないんですけど。ん、これはじっちゃんが書いた手紙か。どういうこと。鳥の餌を使用すると鶴が大量に集まってくる。ってことはあの人たちも鶴ってこと。全然わかんねえ。この餌確かおじいちゃんが今なら毎日1回だけ無料で届くキャンペーンに申し込んでたな。なんだよ、そのスマホアプリの典型的なキャンペーン。
まあ、これで倒すのか。おお、おお、なんかちょっと進化してる。な、ちょっと。何？やっぱ鶴襲うんだ。危ないからちょっとの間隠れてよ。なんかゲットしたぞ。カモメを飼ってる人。はい。あ、やった！集まった。45ポイント集まりましたね。え、どこ行ったんだけど。え、どこ行ったの？え、鶴をちょっと一つ捕まえていかないで。一体何なんだ？あの女、あの人。本当に鶴なのか？うん、鶴じゃなかったらマジの虐待者なんで捕まえた方がいいですよ、早めに。通報しよう。通過、鶴だけじゃなく人まで攻撃してたよな。人からは鳥籠を奪っているように見えたけど、あらゆる鳥を回収するのか。なんでお前は冷静に考えられるんだ、そのこと。いや、そもそもなんで鶴に混じって人まで寄ってきてんだよ、確かに。少年が混乱してると彼女が奥の部屋を借りたいと。来たこれ、旗を折るパターンじゃない？ついに来たか。これ見たことある。真剣ゼミで見たことある。そして扉を閉じてる間は絶対に中を覗かないでくださいと3回ほど少年に念押ししました。大事なことなので3回言いました。やっぱりこの人鶴だよ。ちょっと興奮してんじゃねえかよお前。どうぞどうぞ。あ、そういえば名前はなんて言うの？少年がそう尋ねると彼女は少し悩んだ後に鶴子とお呼びくださいとだけ言い、部屋に入ってきました。鶴子。頭が鶴子かな？絶対鶴だよ。恩返し確定だよ。本当かな？なんかあの、このツッコミ、銀魂の新八みたいなんだけど大丈夫か？覗くなって言われると覗きたくなるのが人間の性だよな。つか、鶴が旗を取るとこ見たいし。まあ、そうですよね、確かに。やっぱそれが人間ですよね。見ちゃったー。え、なに？え？は？え、いなくない？は？いや、さっきよりひどいじゃねえかよ。はい、ということで、とても面白いゲームでございました。また次回もやると思います。はい、今回は、俺と鬼嫁、いっちゃいましょう。前回のパートの続きですね。今回はもう失敗するまで、なんか、自分が本当に合ってると思う方を選択しつつ進んでいこうと思います。ゲームスタート。もう最初の方はね、前回と同じなんで飛ばしていきます。もう今回はマジでもう、2択を絶対にミスらずに行きたいと思います。今日は外食にしない？あ、いいね、外食。ハンバーガー食べたいです。何でもいいよ。あなたが決めて。じゃあ、ハンバーグ。あ、パスタか。主人公とは息が合わないですね。パスタは気分じゃないな。え？回転寿司は？お寿司ね。え？それじゃあ、今日は奮発して高級フランス料理にしよう。早くて安くてうまい牛丼なんてどうでしょう？もちろん、家計のことを考えて僕は牛丼に行く。学生時代お金なくて。よく一緒に食べに行ったよね。懐かしいな。どう、牛丼。なんか微妙に違う気するけど。まあ、一回安いじゃん。やったやった、正解だ。え、嘘。ダメだと思ったけど、やった。よし、どこも食べちゃうぞ。いいね。やっぱ牛丼でもね、二人で食べれば美味しいってもんですよ。キャー、どうした？今の台所から？どうした？おい、お前、その持ち方怖い方丈の、ゴキブリが。なんだ、ゴキブリか。いや、正直僕、ゴキブリ苦手です。よし、俺に合わせてくれ。あっという間に片付けてやる。殺虫剤を使う。新聞紙を丸めて使う。殺虫剤の方がいいけど、台所だから新聞紙丸め使おう。いいね。よし、ここは新聞紙で、葬ってやるぜ。とりゃスパン。ははは、見たか、俺の実力。嫁、あ、怒ってる。え？なんでそこで叩いたら、やべえ。え、いや、急いでて。あなた、その絨毯いくらしたと思ってんの？やばい、怒らしちゃった。そんな汚いのもう使えないわよ。え、だって、そんな。お気に入りだったのに。いや、これできるならゴキブリにやれっていうか、俺がゴキブリみたいじゃねえかよ。はい、では続いてのアプリいきましょう。こちらはですね、ちょっと前にあったクロッシーロードっていうアプリと同じ会社が作ったアプリでございます。ではやっていきましょう。まあ似たようなゲームらしいですね。おお、来てた。ドラッグして攻撃&移動。なるほど。おお、あ、すげえ。なるほど、こうやって攻撃していくのか。あ、楽しい。インベーダーゲームの 3D バージョンみたいな感じ。あ、普通に楽しいじゃん、これ。やってた。あ、コイン取った。あ、なんかプレゼント。何取っていい？お楽しみあれ。オッケー、任しとけ。いいぜ、いいぜ。俺は絶対にもう、こういうゲーム超得意だからさ、マジ。死なね。え、なんか左にもいるちっちゃいやつが。あいつは何？うわ、うわ、なんか来た。ATM 来た。ATM 来た。危ない。よーし、当たんねえぜ、俺はそんなのに。いいね、いいね、いいね。楽しい。よー。うわ。いや、これ普通に面白い。なんかクロッシーロードよりは簡単な感じで、なかなかいいぞこれ。楽しい。ずっとなんかやってしまう、ハマって。無性になんか音もね、可愛い感じで好きです。本当にいいの、楽しいなこれ。あ、やばい。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回もですね、鶴の恩返し、イカれた鶴の恩返しをやっていこうと思います。俺とオニオメっていうアプリを、プレイすることによって僕がいかに女心が読めないかが分かった気がします。ということで、もしこの動画を楽しんでくれたらぜひ高評価を押してってね。ではまた次回お会いしましょう。ポッキーでした。バイバイ。